皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ト部よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。えー、で今回なんですが、はい、こちら。まあ、あ自分の車の、えー、荷室なんですけれども、まあ、ここに入ってんのはですね、まあ、あの、アムネセンターで化石掘りするときの、まあ、着替えとか、まあ、ヘルメットとか、で、こっちにあるのが、まあ、あの、それ以外の場所で掘るとき、まあ、巡検するときに、まあ、履く長靴とか、まあ、この辺に、 えー、ホールドーンが入ってますけども。で、今回は、こちらなんですね。これ、あの、の下のところに、ミニミュージアムと入ってますけれども、これはですね、あの、えー、自分がアムネシセンターで、えー、掘った化石を、まあ、こう、入れておく入れ物。兼、これをですね、あの、毎回発掘するときの近くの、 まあ、ベンチのところに置いといて、まあ、これまで取れた結構珍しい化石を、まあ、ちょっとね、展示しておくようなものなんですけど、まあ、これは、あの、パッと見これ、あの、え、本来は、あの、ツリング、を入れる、入れ物なんですけどね。あの、リサイクルショップでも500円くらいで売ってたのを買ってきたやつなんですけど、それを、まあ、化石の、 まあ、入れ物にしてるわけなんですが、これはですね、まあ、単純にこうパカッと開くだけではなくて、ここの、ストッパー開けますと、ギューンと、こういうふうに展開するわけですね。はい。で、この、稼ぎを表示している状態にすると、はい。まあ、こんな感じになってまして、まあ、基本的には、センターで取れた、 アンモナイトですね。これまでに取れたアンモナイト。まあ、ここにちょっと例外でエビのやつが置いてありますけど、まあ、ほぼほぼ目星化石をこうずらっとこう並べて、えー、まあ、竹白紙に来られた方にちょっと見ていただこうかなという感じでこうディスプレイしてるんですけれども、まあ、一応、これはこれでいいのかなとも思ったんですけど、 さっきま、チラッと見えてたかと思うんですけど、この、大きいアンモナイトの下にはですね、はい。こういった、まあ、サメの葉とか、まあ、ちょっと小さい目のアンモナイトとかが、まだ、こうね、えー、隠れてるもんですから、できればこういったものも、あのー、見せられるようにしたいっていうのと、さらに、ちょっとここに、あの、 巻き替に巻き替なしっていうのがありますけど、まあ、このちっちゃいディスプレイの下にも、実はですね、これまでえ自分が没収された化石を、まあ一応こういうなんか、こういうシール的なものにして、こういうふうに作ってあるんですけどね。はい。ただこれ、いつもここに、 隠れちゃってるので、まあ、こうやって自分からこう見せることがない限りは、まあ、ね、人のにつくことがないんで、だからこういうものも、まあ、一気にお見せしたいというところがあったんで、で、一つ考えたのはですね、あの、この、えーえー、このディ,ディスプレイの中に、えー、まあ、表示装置をつけてみたいっていうのは、まあ、映像とかを表示する、 ま、機械的なものですね。あの、よくあるのは、まあ、お店の、えー、棚に、こうね、今、こう四角い画面がついてて、そこで映像が流れてと。いうような、あの、デジタルポップ的な、ものがあるかとは思うんですけど、まあ、それをつけちゃってもいいんですけど、まあ、このチャンネルの趣旨としてはですね、まあ、あの、ジャンク品を使って、ね、それ、あの、まあ、一覧、 このチャンネルの一番最初の動画を見ていただいた方はどのくらいいらっしゃるかわかりませんが、まあ、あの、価値のないものに価値を与えるというような、あのー、一応ね、このチャンネルの趣旨があるもんですから、だから、ジャンク品を使って、まあ、それを利用して、えー、ここになんか表示装置をつけたいということだったんですけれども、じゃあ、その、表示装置っていうのは何を使うかっていうのか、つうと、まあ、そのデジタルポップがいいのか、それとも、あの、ね、中古の、 ちょっとちっちゃめの DVD プレイヤーなんかをここに入れ込むのかというところだったんですけども、まあ、今回はですね、その検討として買っておいたものがありまして。はい。というわけでこちらですね、こちらの2つなんですけれども、まあ、こっちは見てわかる通り、えー、デジタルのフォトフレームなんですね、えー。こちらはですね、ポラロイド社のデジタルフォトフレームで、画面が8インチ。で、こっちなんですけど、これ、パッと見、 これデジタルフォートフレームなの,あの入れ物を買おうかというのちょっとわかんないんですけど、こぱっと見あの、えー、女性が使うその美容器のなんかパッケージかなっていう感じの雰囲気がしちゃうんですが、まあ、これ、ひっくり返すと、ここに、えー、7インチとか、えー、このスライドショーとかいうのがあるので、これはあの間違いなく、はい、この。 フォトフレームですね、これね。はい。で、この2つを買ってみたんですけれども、はい、こちらがポラロイト社の、えー、フォトフレームですね。まあ、この表面に、えー、この飾りパネルがついていて、この結構ね、えー、高級感のある外見ですけれども、この裏側に 本体がついてまして、まあ、こうスタンドで立てられるようになっているということで、でこちらこちらがですね、えー、さっきちらっと見えたかもしれないですけど、エレコム社のフォトフレームですね。で見た目はこうピンクで、ね、ちょっと可愛らしい色をしているんですけれども、まあ基本的にはどっちも同じようなあ機能を持っています。はいあの 例えばあ、こちらですと、まあ、USB であったり、SD カード、あるいはコンパクトフラッシュを差し込むと、もう自動的にこう、えー、スライドショーが始まるという機能も、こちらも一応持っています。ただ、こちらの方がですね、やっぱり、えーまあ、元はもっとこっちの方がね、低、えー、価の方が高かったんじゃないかと思いますこちらはかなり高機能で、まあ、こっちは割とシンプルなあ機能ですね。 はい。じゃあ実際にこの、入れ物の中にどうやってこう、えー、設置するのかっていうことなんですけど、まあ基本的にはこの一番下、ここが、えー、ここにこう出してるときにはここが空いてるんで、ここにこうね、立てかけて、えー、置いて見せられるようにはしたいんですけども、例えばこちらの、ポラロイドの、えー、フォトフレームだと、ちょっと、 さすがにこれはでかいぞと。この、えー、化粧板を付けた状態だとちょっとでかいぞという感じなんで、この化粧板をちょっと外してみましょうか。はい、化粧板外しますと、こんくらいにはなるんですけど、まあ、それでもちょっとでかいかなという感じはしますね。はい。まあ、ちょっと収まりも悪いし、こっちの上の化石も見えなくなって、 ちちちゃうううのででこれははょょっっとととかかかすぎるから今回はちょっとパスしようかなという感じですじゃあ、こちらのエレコム車の方にすると、はい。これ、本当にサイズ感的にこうバッチリ、これね、上もちゃんと見えますし、ここに綺麗に収まって、まあ、ここに置いてあるのも見えるという感じなんで、まあ、これ、サイズ的には、これがやっぱ、 いいかなという感じで、今回はこっちをね、レコモンのやつを使ってみたいと思うんですけども、問題は、はい、ここにえ端子類があると思うんですけど、この一番下の、これですね。これがですね、あの、電源の、え供給口なんですけれども、このフォトフレームは、当然電源が必要です。はい、電源必要なんですが、バッテリーは積んでないので、 あの、ここから、ここから電、電気を取るしかないんですね。だから電源は、そのコンセントにつながないと、取れないということなんで、これも、当然、こちらの、えー、ポラロイドの方も、はい。ここに電源の差し込み口がありますけども、はい。どっちもこれはね、バッテリーついてないんで、えー、何らかの電源を取る必要があると。 いうことで、さらに、ここをよく見ますと、はい、ここに DC9V ってありますね。はい、ということは、まだには 9V 必要になってくるんですけれども、こちらの、レコムの方、はい、こちら、d c 5ボルトってありますね。はい。で、 こちらのエレコムの方はですね、DSC5V の 1A の電源で動くんですよ。d c 5 v の 1A って、わかる人いますかね、あの、USB の、あの、電圧と一緒なんですよね。だから、あの、USB とアダプターのプラグの変換ケーブルを変えば、 モバイルバッテリーからとか、あの、電源を取って、これを表示させることができるんじゃないかなと思ってですね、えー、今ちょっとオーダー中なんですが、この、えー、DC と USB のプラグの変換の、えー、ケーブルを注文してあります。はい、多分今日、この撮影日の今日あたり届くんじゃないかと思うんですけれども、それでまたね、えー、動くかどうかっていう、ね、チェックを後々してみたいと思います。はい。 でまあ、ここに置いてどんなことを、まあ、表示させたいかっていうと、まあ、さっきお見せしたこの没収化石。これのまあ紹介的なものと、まあ、先ほど見ていただいた、はい、こちらのおサメの葉とかですね。まあ、あの今年あの一応動画で2回くらいは紹介させていただいているような、まあ、ちょっと滅、ね、多に なないようなサメの葉とかありますんでそういうのをまあこちらのフォトフレームでちょっと表示してみたいなというところですねはいでまあこのフォトフレームのもう見た目なんですけど、まあ、こうちょっとピンクなのでまあちょっとここの、えー、世界観にはちょっとそぐわない感じがしちゃうかなっていうところなんでまあこの、えー、フォトフレームの見た目もねちょっと 変えてててみようかなと思っててまあこのフレームですねピンクのフレームをまあえ天、ー、野センターの博してる路頭を模したこういうちょっとね、えー、岩っぽい外見にしてみるとかまあちょっとそういうか化石に,にこうね、えー、関連したなんかあ デザインとかに変えてみるのもいいのかなと思うんですけど、まあそれちょっと今検討中です。はい。まあとりあえずこの外見は変える感じですね。はい。はいというわけで,ですね。化石のまあ。 ディスプレイですね。えー、今まで化石をこう展示させていただいたディスプレイを、まあ、ちょっと今後ですね、えー、アップグレードしてみたいなという話だったんですけれども、まあえー、近々ですね、えー、こちらの、えー、外観を変える、えー、動画とかを、まあねえー、出せればなと思うんですけれども、というわけでまあ、続きはですね、まあ、次回以降の動画でご覧いただきたいと思います。はい というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております。えー、関連動画は再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。はい。というわけで届いてましたこちらですね、えー。こちらの DC プラグを USB に変換するものなんですけど、出力は当然 5V1A で、こちらの、えー、プラグの こちらのセンタープラスのやつですね。これ間違ってると、あの、電源入んなかったり、まあ、最悪壊れたりする可能性はありますけど、えー、このフォトフレームの電源が、はい。d c ゴールドのセンタープラスなんで、そのセンタープラスのものを買いました。はい。これは、まあ、Amazon で格安でしたね。はい。で、実は、 もうこの本体にバッチリ合うやつを1回買ったんですけどこの DC のプラグの方ですねこれねこれがですねあのちゃんとサイズ測ってバッチリ合うやつを買ったつもりだったんですけど届いたやつがどう見てもこのプラグの方が細くて結局あの本体に刺さらなかったんですよねこれね。 ここここれはううどもうってもここにあの刺さりませんでした全然でですねねこれねで、まあ、まあこれっぽっち数百円なんで、まあ、返品するのも面倒くさいんで新たにこっちを買いましたこっちしたらこの中に入ってるんですけどいろいろサイズも変えられて、えー、使えるんで、まあ、今後使い回しも効くのかなということでこっちを買いました。 でまあこうやってえ USB の電源に変換しようと思ってますけど基本的にはねこの本来付いてるアダプターを使うことが大前提ですので万が一これを使ってえ発火とか故障とか起きてもそれはまあ自己責任ということなんでえそこは注意してくださいねはいでこちらの AC アダプターにもある通りはり出力 出力が 5V1A なんで USB と同じってことですねでこのアダプターのセンタープラスというのも合ってますね、はい、じゃあまあこっちの中をちょっと開けてみたんですけど、はいえー、このようにセットが入ってましてまずは、はい、USB のケーブル の元になるやつですねこっちのここにプラグがあるんですけどこちらに差し替えのものがありまして、まあ、細い方から、まあ、太い方まであって今回使うのはこの一番端っこの,この細いやつですねでさっきのこれは、えー、ここのプラグの銀色のとこが外径が 3mm 内径が 1.1mm で合ってるはずだったんですけど、これどう見てもこの外径が細かったんですよこれ2.7くらいしかないんですよね、こっちらね。でこちらははい、えー、外径がで3.5で内径1.35でしたっけかね。まあ、そんくらいのサイズなんですけど、まあ純正より若干大きいですけど、まあ刺さらないことはないと思うんで、まあこのサイズのやつを買ったんですけど。 で一応この後ろのところにこれがはい刺さりますはいこれは大丈夫ですねちょっとこのこの外側の黒いやつが太いんでこの後ろのここのところに当たっちゃうんですけど、まあ、刺さらないことはないですちょっとこっち側に強い負荷がかかってますけどまあ刺さらないことはないですねじゃあこちらの DC プラグの方にこの変換のやつを刺します 見た目はこんな感じになって、ちょっと、ちょっと、ここが太くなりますけど、これをですね、ここの電源のところに刺します。はい、このように刺さりました。で、はい、こちら、えー、モバイルバッテリーですね、2, 年2、3年くらい前に買った2万 mAh のやつですけど、これを、 USB をもうここに挿せばこっちあの多分電源入ると思うんでじゃあ刺してみますこれで動けばいいんですがはいはい来ました動きましたねはい、一応これセットアップの画面になってますけどはいちゃんと動作してます、はい はい。まあ、これで USB で動かせるってことが分かったんで、まあ、これでね、えー、あのディスプレイの中に組み付けられるようになると思いますんで、えー、次回以降、えー、その作業を続けていきたいと思います。はい。